こんにちは、デデマウスです。本日はですね、スタインバーグの新製品キューベース5を使いまして、僕の、制作風景をちょろっとお見せしたいと思います。僕はもうここ何年も、ですね、最初にまずはキーボードを使って和音をまず作るようにしてます。やっぱりなんか和音の作り上げるこう雰囲気というか空気感というかが、まあ曲を支配する力というのは僕はとてもすごいと思ってますので、でまずこう自分でね、こうもう本当に自分が納得するまでこうずっとまずはこんなコードにしたいっていうのをまずは作り上げまして、でまあ今回はこういう、もう本当に自分がずっと聴いてられるコード進行ができるまでは結構粘りますね。まあでも粘る人といっても1時間2時間ですけどですね。まあこのピアノの音はですね、このキューベース5に付属されている、ハリオン1というソフトですね。ピアノの音はですね、まあこの、ハリオン1っていうのはもう本当にたくさんこのいろんななんか生楽器とか、まあシンセもベースもたくさん入ってるんですけど、まあちょっと今コードをこうやって鳴らしてみました。今度は、ボイスサンプルを僕はいつも作るようにしてます。やっぱここをね、なんか一番聴いてもらいたいと思っているので、まあ、このボイスサンプルの作り方は、まあ、一応は企業秘密なんですけれども、まあ、データするとこんな感じで分かる人には分かるかなみたいな画面になってます。でこれを再生するとこんな感じになるんですけど、これも自分が納得するのを作るまで結構時間がかかります。でですね、キューベース5には、新機能がついてまして、このバリオーディオという機能なんですけども、まあ要は言ってしまうとピッチ修正ソフトがもうキューベースに入ったようなものなんですけれども、結構これがすごくな優秀でして、まあ、自動でこのオーディオの高さとか長さをもうキューベース自体が解析してくれて、こういう風に音階にしてくれます。でですね、もう自分が気になるなとなんか思った位置を、例えば B3 じゃちょっと低いなと思ったらこれを C4 に変えると、ほらこうあーとか変わったりとか、またさらにここでなんか面白い機能があって、この滑らかピッチ曲線というやつなんですけど、これはちょっと再生しながら、こうやってもう本当にピッチを本当にあのまっすぐにフラットにしてくれるんで、ちょっとなんかロボ声みたいな、こういうなんか面白い使い方もできるようになってます。次は早速アレンジの方に入っていきたいと思います。このね、さっき弾いたコード進行をですね、ピアノ以外の別の音色にしてみましょう。ですね、キューベース5に付属されてるこのプロローグというソフトを使ってまず鳴らしてみたいと思います。ちょっと重たい感じに聞こえるので、ちょっとこのコード自体を2つに分けて、別の音色でコードをバラバラにしてちょっと鳴らしてみたいと思います。でそのですね、もう1つ鳴らす音をですね、今度はこの、またこのキューベース5についているスペクターというソフトを使って鳴らしてみたいと思います。別々に分けるとこんな感じに、
まあちょっと本当にコード自体を別の音色で鳴らすと、まあ、これだけで曲の展開としてちょっと聴けたりとかするし、まあこれも一つのこう曲展開の方法として僕も時々使ったりはしてます。でですね、コード進行ボイスサンプル、そしてシンセでコードを鳴らしたりしたら、今度はちょっとベースの方に行ってみたいと思います。でですね、今回このモノローグというこのキューベース5に付属されているこのソフトシンセでベースを鳴らそうと思うんですけれども、なかなかねこのモノローグがベースがいい音を出すので、いい感じでベースを遊んでみました。せっかくいいこんな感じでいい音がするので、ちょっとこのフィルターのオートメーション書いてベースを遊んでみましょう。でこれをですね、さっきの、ピアノのコードのシンセの音を差し替えたやつと一緒に鳴らしますと、こんな感じで、いい感じでグルーヴが出てきましたね。